松本電気鉄道の高速バス、諏訪バスの高速バス、川中島バスの高速バスアルピコグループは、アルピコホールディングス株式会社を持ち株会社とし、参加のアルピコ交通を中核企業として、長野県を中心に事業展開を行う企業グループである。交通、ホテル、レジャー、流通、エージェント、自動車サービスの5業種が事業の柱。グループスローガンは、 ありがとうを広げますアルピコグループ。同グループが事業展開する北アルプス連邦にちなみ、アルプインコーパーションの頭文字を取って命名された。交通分野にとどまらない、総合生活関連企業グループへの飛躍を求めて、1990年に GI を導入。同グループ各社の高速バスなどにデザインされたハイランドエクスプレスの ボディデザインをはじめとした、この GI デザインは、米国ランドアソシエーツ社が手掛けた。アルピコ、アルピコの名称及び5色のストライプロゴなどは、登録商標である。同グループは2007年12月25日に、メインバンクである82銀行に対し、指摘整理に関するガイドラインに基づく、再生支援要請を行った。再生計画は、以下の通り、 2008年3月28日にグループの事業再構築計画が産業活力再生特別措置法2条2項の認可を受け、これにより登録免許税の軽減、資産評価損の損金算入の支援措置を受け、2011年3月までの期限で再建を図ることになった。2008年5月1日に松本電気鉄道株式会社が株式移転を行い、 持ち株会社のアルピコホールディングス株式会社を設立。グループ会社各社についても2008年7月1日に株式交換内市株式上都により持ち株会社の完全子会社となった。2008年8月25日にはグループ市会社の統合、再編を発表。2008年10月1日にスワバス株式会社、川中島バス株式会社、 アルピコハイランドバス株式会社のバス事業3社を持ち株会社の子会社から松本電気鉄道株式会社の子会社とした。さらにアルピコハイランドバスついては2009年1月に松本電鉄への吸収合併が行われた。バス事業を松本電鉄参加に統合して一体的運営でコストを削減を図る。またホテル事業は 東洋観光事業株式会社が株式会社スワコロイヤルホテルと株式会社ホテル商法を吸収合併しシステム関連事業2社合併させ株式会社アマックに集約した流通事業では2009年1月に株式会社アップルランドが広急ショッピングタウン株式会社を吸収合併したこのような官民からの支援に基づく 負債圧縮やグループ企業の再編、整理を進めた結果、当初の計画通り2011年3月末をもって事業再生計画は完了、終結した。前述の金融支援に加え、3年間で合計118億円の借入金返済を行ったことで、グループの負債総額は再生計画開始当初の604億円から約313億円まで圧縮された。 なお、再生計画の最終段階として、82銀行を主幹事業とする協調融資により、残る借入金のうち309億円の借り換えを行っている。再生計画終結後もグループ再編は引き続き、進められており、2011年4月1日には、鉄道、バス事業について、松本電鉄が、川中島バス、諏訪バスの2社を、吸収合併し、社名を、 アルピコ交通株式会社に変更した。同時にタクシー事業についてアルピコタクシー中央が岡谷、地の長野、諏訪の4社を九州合併し、社名をアルピコタクシー株式会社に変更した。院は2007年12月25日に再生支援要請を行った企業19社。院は2008年3月28日に認可された。 事業再構築計画の対象7社。観光不動産開発流通システム事業その他、川中島バス80年自然工寺平を駆け抜けて P33 アルピコ債務超過、再建社会に11業が173億円支援、長野8金融機関、金融支援を了承松本電機、鉄道株式会社及びグループ会社6社の産業活力、 再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について経済産業省平成20年3月28日 ABC アルピコグループ事業再生計画終了について12011年3月31日発表。松田川中島バス、諏訪バスを合併4月アルピコ交通になの毎日新聞2011年2月21日 松本東急霊ホテル9月閉店アルピコグループが新ホテル日経新聞2018年5月14日閲覧松本東急霊ホテル営業終了のお知らせ東急ホテルズ2018年5月14日閲覧ありがとうございます